どうかしたんですか？怪我してるの？車呼んでこようか。呼んでこなくていいの？ねえ、君の名前は？マリア。マリア・サントス。一つ聞いてもいい？うん。どうしてあんなところにいたの？何？そっちは滑りやすいから、広い通りを行こう。
隠れるからね。しっかり捕まってて。どうやら行ったみたいだ。大丈夫だった？じゃあ早く帰ろう。ここだよ。ここに住んでるんだ。これ、風邪ひかないように早く着替えた方がいいよ。何か僕、あったかいものでも買ってくるからさ。とにかく話はそれから。だから今のうちに着替えておいてね。じゃあね。ただいま。あれ？やっぱり帰っちゃったのか。そんなとこにいたんだ。本当に風邪ひいちゃうよ。早く着替えたら？何はともあれ、乾杯。マブーハイ。え？何？マブーハイって。私の国の言葉で乾杯。ねえ、
出会った時から思ってたんだけど、マリアの国ってフィリピン？多分そうだと思うよ。思うよってどういう意味？よくわからない。わからないって？じゃあ、今はどこに住んでるの？あのさ、さっきからパトカーや警官がたくさんこの辺りを探しているけれど、君何か知ってる？やっぱりわからないの？本当に何にも？名前以外全部。ねえ、そのバッグの中に何か入ってるんじゃない？ほら、アドレス帳とか何か身元のわかるやつ。何それ？開けてみようよ。わからない。どうして？メイドインチャイナ。と思い出せるよ。ありがとう。
寝たら？そう。じゃあ、僕は寝るよ。待って。消さないで。怖い。わかった。このままにしとくよ。マリア。大丈夫？やっぱり警察に行った方がいいと思うよ。歩けるようになったら勝手に出て行っていいから。そろそろ仕事に戻れよ。はーい、ただいま。コンビニ味噌汁。あ、それとグラスで。はい。あ、これいくら？味噌汁一丁。味噌汁一丁。すみません。ちょっと待ちください。こんなにピカピカに磨いて。マリア。電気もつけないでずっとそこにいたの？どうして？どこにも行くとこないもの。
おはよう。本当によく働くね、マリアは。うん、掃除するの好きよ。どうしたの？かわいい絵ね、何これ？ゲームみたい。ゲーム？へえ。ねえ、マリア、手伝おうか？僕も手伝うよ。いいよ、ゆっくりしてて。そう、いいの？いいよ、自分で取るよ。ダメよ、野菜取らなきゃいけないのよ。はい。だってもったいないでしょ。マリア、ここ口の横。ん？うん、こっち。ごちそうさま。どう？僕の作ったオムレツ。すっごく美味しかったよ。本当に？うん、私が作るのよりずっと美味しかったよ。うわ、褒めすぎだよ。うん、本当よ。あのね、怒らないでね。うん、私、男の人の料理ってもっと美味しくないかと思ってたの。だからびっくりしちゃった。嬉しいね、作りがいがあるよ。また作ってくれる？いいよ、もちろん。Thank you.
ねえ。ん？私、ここにいてもいいのかな？いてほしいな。本当に？だってマリアがいないと寂しいし。ありがとう。多分これがマリアだよ。うん、私もそう思うよ。おかしいね。自分のことなのに。これは僕が預かるよ。こんな危ないもの、マリアが持ってちゃダメだ。これでいい。マリア。マリアが自分を取り戻すまで、ずっといてもいいよ。ねえ、マリア。ん？マブハイしよう。マブハイって、乾杯？うん。Thank you.
ィリピンの古いラブソング。あなたのためにって言うの。この歌、ボーイが好きだった。マリア。そのボーイって思い出したんじゃない？そう、ボーイ、本当にボーイ。ダメ、わからない、思い出せないよ。マリア。きっと、とっても大事な人。でも、だって…マリア。あのね、いつまでも私のこと愛してくれる？どうしてそんなこと聞くの？だって、二人でいても、時々、すごく怖くなる時があるから。マリア。大丈夫。僕がついてるから。ありがとう。でも…でもって何？そうだよね。僕もまだ自分の気持ちを見つけていない。急ぐことはないよね。優しいね。優しくなんかない。傷つくのが怖いんだ。そんなことないよ。やっぱり優しいよ。やっぱり電気はつけたまま？うん。
マリア。あのさ、フィリピンにもお化けはいるの？うん、とっても怖いのがいるよ。タオンアハスっていうの。タオンアハスはね、日本語で言うと蛇の形をした男かな。大きなショッピングセンターの CR、あ、トイレでね、女の人ばかりを襲ってくるの。ねえ、どこ行く？どこ行く？どこに行こうか。ちょっと寒いね。うん。かわいそう。やっぱりこんな大きな木の下だったよ。まだいる？もう行こう。ねえ、どこか寄り道しない？本当？ゲームセンター行こう。うん、行こう。風が冷たいね。急ごう。他のゲームをやろうよ。うん、いいよ。勝ったなんでああいう技が出せるの？ボタンをね、ちょい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 ってやればいいのよ。
1万円も入れたの。あのね、今私はたくさんのものを持っているわ。洋服でしょ、お金でしょ、そしてあなたでしょ。それを全部なくしちゃっても私には神様が残るわ。でも、あの国の子供たちは食べるものもないんでしょ？かわいそうでしょ？ピラに外を出歩いて。なんで？だって君ってもしかしたらマフィアの一員かもしれないんだぜ。もし誰かに見つかったら。大丈夫大丈夫。マハラーナ。何そのバハラーナって。うん、なんとかなる。神様がどうにかしてくれるっていうこと。バハラーナか。話は聞いてるよ。なんだって？フィリピンのこと勉強したいんだって？そうだな。やっぱり現地の人間に会うのが一番だろうな。ここ彼を訪ねてこの店へ行けばいいさ。大丈夫、親切なやつだからさ。俺もあと3年くらいで向こうへ移住しようと思ってるんだが。向こうの大家族ってのはすごいぞ。何しろ子供2人に俺の母ちゃん、じっちゃまにばあさま、あいつの兄弟、全部合わせると18人家族だぞ。信じられるかよ、おい。さんから話は聞いたよ。まあまあまあ、座って座って。うん、その花ね。
サンパギータというよ。いい匂いでしょう。フィリピンの車の中にはみんなこれがあるね。この匂いがあればエアコンなくても涼しいでしょ。マニラの交差点ではいつでも子供たち売ってるよ。私も昔はそうだったよ。だからこの花の匂いは絶対忘れないね。ところで、あなたの聞きたいことは何？恋人のことかな？いえ、その…名前は？彼女なんて。大丈夫大丈夫、いつかきっとできるよ。バハラナね。じゃあ学校行ってくるね。行ってらっしゃい。あなたが手がかりを見つけてくれるまで大丈夫、ずっと待ってるから。だからお願い、諦めないでね。